ひろゆきさんの転機は何だと思いますか？また転機を作る方法はありますか？特に僕、転機みたいなのなかったと思ってます。僕がまあ楽しく人生暮らしてるので、なんか成功するタイミングで、この判断をしたからうまくいったんじゃないかみたいなことがあれば教えてください的な質問だと思うんですけど、ありません。例えば僕はアメリカに留学してる間に、じゃあ2チャンネルというサイトを作りましたなんですけど、その前にそもそも論、そのプログラムをやるような状況にいたんですよ。なので、アメリカにいた時にプログラムをやってサイトを作るということができたんですよ。じゃあ、プログラムをやるような状況にあったかがなぜかっていうと、その大学にいる最中に、その会社を作っていて、プログラムをする仕事っていうのを受けちゃったんですよ。なので、結果としてプログラムやらなきゃいけない状況にはあったので、その当時のプログラムっていうのをやったんですよね。一応、パールっていう言語でやったんですけど、で、じゃあ、なんでパールっていう言語を、でやるっていうのができたかっていうと、小学生の時に、MSX ベーシックっていうのをやっていたので、プログラミング言語自体を触ることに対しての負担はなかったんですよ。っていうのがあって、なので、何がきっかけでそうなったかって、人生の中で、じゃあ、MSX ベーシックをやってなかったとしても、僕でも多分プログラミングやっちゃったと思うんですよ。なんか、インターネット面白いっていうので、多分インターネットやっていくうちに、じゃあ、プログラムやってみようかってなったので、ひょっとしたら、小学生の MSX っていうのをやる必要があるかっていうと、なかったかもしれないと。ただ僕の人生では、MSX ベーシックっていうのをやってたので、パソコンに対するアレルギーもなかし、インターネットっていうのがあった時に、あ、これ面白いってすぐ入り込めたっていうのもあったかもしれないと。なので、何が原因だったかって分かんないんですよね。で、スティーブ・ジョブズっていう、一時期世界で一番金持ちだったおっさんがいるんですけど、で、そのおっさんが、マッキントッシュっていうパソコンを作ったんですけど、で、大学中退なんですけど、で、中退の時に、いろんな授業を受けましたと。勝手にね、潜り込んだりして受けた。あれ、中退じゃねえか？入ってもいないんだっけ？入ったけど、中退したんだっけ？どっちか忘れたんですけど、で、その時に、カリグラフィーの授業を受けてたんですよね。書道的な、要は、文字をデザインするっていうのをやっていて、で、その授業を受けていた結果、マッキントッシュって、フォントが割と多かったので、印刷系のところで結構使われてたんですよ。なので、ビジネスの場合は Windows だよねっていう状況で、ただ、印刷工場とか、印刷をする機械のところは、割と Mac が使われるっていう状況があって、なので、デザインが割と自分が分かってたっていうのがあったおかげで、マッキントッシュにいろんなフォントを入れることができて、印刷系のところで使われて、で、クォークエクスプレスだったりとか、あと、もともと Adobe も、Adobe のなんか Photoshop とか Mac から生まれて、で、Excel も実はマッキントッシュが先なんですよね、Microsoft も。っていうのがあったりするので、なので、そこら辺のデザインがわかる人っていうのがあったのが割と良かったんじゃないかって言ってて、で、そういうなんか自分の人生っていうのが、ちょっとずついろんな、なんか経験したものがつながって、今の自分があるんだよっていうのを、どっかの大学の卒業の時のスピーチで言ってるので、もし興味があるんだったら、スティーブ・ジョブズ卒業スピーチとかで検索すると出てくるんじゃないかなと思うんですけども。